はい、こんにちは、ゆきんこです。材料の紹介なんですけど、こちらですね、湯沢屋さんで購入したものですね。エコアンダリア。1個ずつ紹介すると、こちらですね、168番、色番ですね。が、一応2玉、こっちは購入してあります。で、こっちは148番。はい。で、こちらですね、47番。で、ボタンが、1つ。合いそうかなと思って買ってきました。とりあえず、こちらの3点の色を組み合わせて、作っていきたいと思います。かぎ針なんですけど、今回ですね、7号針を、使用していこうと思います。はい、最初なんですけど、鎖編みですね、27目編んでいきます。一番最初ですね、このように針をですね、奥に糸よりも奥に入れて前に倒して、そしたらここが交差するので、でこれを押さえながら、ここですね、下から引っ掛けて引き出すと。で下でキュッと引き締めて、これがですね、まだ鎖編み1つと数えないんですけど、これが一番最初の、やり方ですね。でこっからですね、編んだものが鎖編み1とカウントされていくっていうことですね。なのでこう下から引っ掛けて引き出すと。でこれで鎖編みが1個、これが鎖編み1ですね。で1 2 3 4 5 6。はい、今ですね、鎖編みを27目編みました。で次なんですけど、鎖編み1つで立ち上がって、で裏返したらですね、裏山があるんですけど、ここの2つ目に、細編みを入れます。でですね、どんどん裏山に細編みをですね、編み入れていきます。でこれでですね、ちょっと端っこまで、細編み入れていこうと思います。はい、今一番端の裏山のとこまで来て、でそこにも細編みを、はい、入れました。そしたらですね、この端っこ、一番端っこの、裏山というか、この目にですね、今入れたんですけど、あと2つ細編みを同じ目に、入れます。そしたらですね、次も、また反対側の端っこまでですね、この目に1個ずつ細編みを、編み入れていきます。最初のこのピローって出た糸端は、まあ、できるだけ、編みくるみながら、端っこの方までまたいきます。はい、こっちもまた戻ってきて、端っこの方まで編みました。でこれですね、ここが一番最初に編んだ、細編みなんですけど、ここの下、こっちも端っこですね。今1つ入ってるんですけど、あと2つ同じ目に細編みを入れます。こっちもですね、端っこだけ3つ入ってます。でそういうことですね33みたいな。であとはここ1個ずつみたいな感じですかね。なのでここも、最初の、細編みが入ってる1個入ってるのであと2個よいしょ2個細編みを編み入れて、で一番最初に編んだ細編みの頭に引き抜き編みをします。はい、今ですねこれ引き抜いた状態で、次は、鎖編みを1つで立ち上がって、根元に、細編みを編み入れてっていう感じで、ここからですねどんどんこう細編みの編んだ上に細編みを編み入れるっていうのを、あと、今この編んでいる段を含めて、4段編みます。一番最初この段も含めて全部で5段、細編み、この白色で細編みを5段編んでいきます。はい、今最後のところはできました。それでですね、まず最初の、細編みの頭で引き抜くんですけど、ここからですね、色を変えていきますので。引き抜くときは、そのカエル糸で引き抜こうと思います。このピンクの色で引き抜きます。とりあえず、針をですね最初の細編みの頭に入れて、で引き抜くときはこのピンクの糸で。はい、でこれで引き抜きました。それでですね鎖を1つで立ち上がってよいしょ。そしたらですねまた根元に細編みを編み入れます。でですね、またもや細編みの上に細編みをっていうのを同じのをですね、この色で3段編んでいこうと思います。糸端をなるべく編みくるむようにして編んだら、糸処理が、楽になると思うので。なるべく編みくるんで編んでいこうかなと思います。それでは3段目まで編んでいきます。今ですねこのピンクで細編み3段編んで、あと引き抜くだけなんですけど、で次ですねまた色変えるので、でこれでこっちの色で引き抜こうと思います。で同じように一番この最初のですね編み始めの細編みの頭に、針入れて、でカエル糸の糸っていうのかなカエルこちらで引き抜くと。はいこんな感じですかね。よいしょ緩みますから引き締めながら入れるって感じで。それでですね鎖編みを編んで、で根元に細編みをこんな感じなんでっていうのをですね、またこちらも同じように3段細編みを編んでいきます。こちらもですね、この色で3段細編みを編んで、最初のですね3段目の最初の細編みのために引き抜こうと思います。なんですけど、また糸を、白に戻しますので、その色でですね引き抜こうと思います。引き締めて引き抜きましたと。はい、でこれでですね鎖を1つとで根元に、細編みが、1と、はい、また細編みの頭に細編みをっていう全部同じことしてるんですけど、あと6段白で編んでいこうと思います。今ですね、この白色 1,2,3,4,5,6 段細編みで、編んで引き抜き編みを、したところです。でこのあと編む前に今これ印つけてるんですけど、こっから数えてこの今引き抜いている目から数えて15目目くらいに。まあ、だいたい真ん中らへんということで、ちょっと印をつけておこうと思います。今これですね引き抜いた状態なんですけど、分かりやすいようにここ印をですねよいしょちょっとつけておきます。でここから次のこの目に針を入れて奥から引き抜いて、こういう感じで縁編みみたいな感じでぐるっと編んでいくんですけど、こっちですね今とりあえずここの印がついた部分まで、引き抜き編みを、してこう縁編みを編んでいこうと思います。で今この印のところまで、編んだんですけど、これですねこの印取ってその目に、まず引き抜き編みを普通に編み入れて、そしたらですねちょっと次強めにですねちょっときつめに、鎖編みを15目編み入れます。で今15目、鎖編みを編みました。でそしたら同じ目にですね引き抜き編みをします。はい、これでループが完成しました。それでですねそのまま次の目にこうやって引き抜き編みをしていきます。それをこの最初のところ印がついた部分のところまでぐるっと、引き抜き編みをしていきます。はい、今こうやって、ぐるっと引き抜いてきました。でここら辺まで来たらここ今印ついてるんですけど、その手前かなここ。前の目まで、引き抜き編みをするんですけど、でここでですね、糸を切って、引き抜いちゃいます。はい、ギヨーンってなってますけど、はい、だいたい一通り編んでこんな感じです。で、こういう感じでボタンをですね、ボタンあったこういう感じでつけたいんですけど、その前にちょっと糸始末をしていこうと思います。はい、今さっき引き抜き編み終わったところ、引き抜いた場所なんですけど、ここですね。ここに下からキュッと入れて、でちょっとこう裏に糸をですね、裏に糸をやって、裏に、こちらをですね通して終了みたいな感じに、なります。まあ、大体こんな感じで、いいかなって思ったら切って、でここのループが置いちゃったちょい上あたりにボタンをつけていこうかなと思います。今ちょっとこうやってうねってるんですけど、スチームアイロン当てればだいぶ落ち着くんじゃないかなと思います。はい、今ボタンもつけ終わって、今ループでこういう感じで留めれるようにしました。小物入れっていうか、今回ですね、マスクを入れたくてこういうのを作ったんですけど、普通にマスクの保管する場所にしてもいいと思いますし、私はですね、外出先とかでマスクを取らなきゃいけない状況の時とかに、場所をですね、どこに置いたらいいっていうか、なんかそのマスクを外した、保管場所というか、一時的な入れ物というか、そういうものがないので、そういうものが欲しかったので、私はここにですね、外出先とかに一瞬外したりとか、マスクをしなきゃいけない時にちょっと入れておくような感じに、この用途で使いたいと思うんですけど、まあこれくらいの大きさだったら別にマスクとかじゃなくても、まあいろんなもの、小物とか入れるために使えると思うので、でこれほとんどもう、細編みでぐるっと編んだだけなので簡単なので、もしよかったら、編んでみてください。はい、最後までご視聴ありがとうございました。それでは、さようなら。